なぜ東京には電柱があるのに、ロンドンには一本もないのか。並べてみたときに、景観の差は歴然となっています。この差の原因の一つとして電柱や電線が挙げられます。ではなぜ東京には電柱があるのに、ロンドンには一本もないのでしょうか。そもそも東京とロンドンとに共通点が多く存在します。両方とも世界屈指の先進国の首都で大規模な経済圏を形成し、それぞれの国の人口の 10% 以上が集中しています。平成26年度の関東管区行政評価局の調査によれば、東京都には約110万本もの電柱が林立していて、現在も増加の一途をたどっています。一方で、ユナイテッドキングダムパワーネットワークスの資料によりますと、ロンドン地域の地中線の総延長が 36,914km に対して、架空線の総延長はたったの 19km しかありません。無電柱化率でいうと 99.9% にも上ります。一体この差は何なのでしょうか？問いに対する一般的な答え。問いに対する一般的な答えとして、第二次世界大戦後の復興を行う際に、イギリスは街を元通りにしようとしたのに対して、日本は敗戦国で貧しく、電力の急激な需要に対応できるように、安価な架空線を選択した。というものです。確かに日本は架空線を選択したまま、次第に慣れという形で架空線への問題意識を失っていきました。日本は戦後、経済大国となりました。バブル時には無電柱化を行えるだけの資金があったはずです。しかしながら私たちの身の回りには電柱が立ち並んでいます。一方で戦時中のロンドンはドイツ軍に空爆されかなりの被害を受けました。特に1940年から始まったザ・ブリッツでは4万3000名以上の民間人が犠牲になり、100万以上の家屋が損害を受けました。イギリスは戦時下の復旧ですから、安価な架空線を使用しても良かったはずです。ではなぜそうしなかったのでしょうか。日本人とイギリス人の電柱の捉え方。日本では実際に1980年代後半に第1期の電線類地中化計画を策定し、無電柱化を行ってきました。都道の里で言えば無電柱化率は 35.2% あります。しかし、家の周りの電柱がなくなったと実感の湧く人はほとんどいないでしょう。これは東京都が行ったアンケートにもはっきりと回答が現れています。一方で、経済産業省の海外における無電柱化実態調査報告によりますと、イギリス人は無電柱化に対し次のように考えています。つまり日本における無電柱化は防災の側面を強調しますが、ロンドンではそのような認識はないようです。考えてみれば、ロンドンには地震や台風はほとんど来ませんから当然かもしれません。このようにして生まれた時から地中線が当たり前だったロンドンっ子が電柱に敏感になることは理解できます。しかし日本人が電柱に慣れただけという片付け方は筆者としては納得がいきません。ここで日本の人々によく見られる傾向について議論の必要があると思います。それは無電柱化されていることに気がつかないということです。ロンドンっ子が電柱に嫌悪感を持つのは当然だと思います。であれば、東京の人々が無電柱化された道路を見て感動を覚えるということが日常茶飯事であってもおかしくはないはずです。しかし、身の回りであそこの道路が無電柱化されていて感動したという話を聞いたことがありません。むしろ言われて初めて気がつく人の方が多いと思います。つまり日本人は景観に対する意識が低いと言わざるを得ません。日本には昔から固有の文化や美意識があるというのに、なぜ景観に無関心なのでしょうか。おそらく日本人は自ら景観を作っていくという意識が低いのでしょう。国土交通省が平成23年度に行ったアンケートによりますと、次のような結果となりました。この結果からわかることは、日本人が自分たちは景観を良くしていくほどの力はないが、行政や民間企業が良くしてくれたものをありがたく使わせてもらおうという考えを持っているのではないでしょうか。
日本人からすればロンドンの景観規制、例えば商店の看板が出せないパラボラアンテナが取り付けられない等は厳格すぎるし大げさだと思う人も少なくないでしょうが、その意識の差が無電柱化率の差に表れているのだと思います。日本とイギリスの電気の歴史。ここまで日本とイギリスの景観に対する意識の差を書いてきました。しかしイギリスが初めから景観を目的として無電柱化を行っていたわけではありません。そこでまず両国の歴史を紐解いていくことによってどこで違いが生まれたのかを考察してみます。まずイギリスの歴史について考えてみます。18世紀後半から始まった産業革命によってイギリスの電力需要は一気に高まりました。ロンドンは町が成熟しつつあったため、電気供給の際に架空線か地中線かを選択する場面において地中線を選択しました。しかし、景観阻害防止が主目的ではなかったのです。ロンドンの18世紀後半から19世紀後半は犯罪率が非常に高い状態でした。そこでロンドンでは薄暗い路地をなくすための治安維持活動の一環として街灯を建てることを重要な公共事業と位置づけていました。当時の街灯はガスと電気の2種類の方式がありました。当然、2種類の事業者は競合していたのですが、ガスは最初から地中に埋設されているのに対して、電気は架空線と地中線を選べる状況にあるのは不公平という声がガス会社から上がりました。そこでイギリスが1882年に電灯事業法ザ・エレクトリック・ライトニング・アクトを制定し、そもそも地上もしくは上空に電線を設置することを禁止しました。これによってガスと電気とが公平に競争できるようになったのです。つまりもともとイギリスの地中化の原因は経済競争の公平さを保つものであって景観保全のためではないということです。日本の電気の歴史はどうでしょうか。長い鎖国の時代から大政奉還を経て文明開化していくことは周知の事実です。また富国強兵を合言葉に電化を推し進め、1912年には東京市内に電灯がほぼ完全普及しました。無電柱化においては1911年に地中配電線を初めて採用した後、1919年には電気工作物規定が取り決められ市街地での原則地中化を義務付けました。またこの規定には市内の人家の多いところでは直接埋設式もしくは管路式のいずれかによることと記されています。しかしながら1937年の日中戦争を皮切りに戦乱の時代が続き、太平洋戦争終結時には本土が焼け野原となってしまいました。焦土と化した日本を復興するために大量の電力需要が生まれ、対応策としてコストの安い電柱を仮置きしました。その後朝鮮戦争勃発による特需景気等によって好景気が続き、それとともに日本中に電柱が林立していきました。日本の電柱問題を解決する方法。イギリスは歴史的に電線の地中化が定められており、復興の際に伝統を守りました。一方で日本はより効率よく復興を図るため電力供給を安価な電柱に任せました。その後トントン拍子で経済が拡大していき、その過程で電柱に違和感を覚えることがなくなっていきました。その他にもイギリスは制度や工事方法などで地中線敷設が容易なのに比べて、日本ではごく最近まで電柱に関する規制はなく、現状でも基本的に電柱を建てた方が利益が得られるシステムです。では一体どのようにして日本の無電柱化を行うべきなのでしょうか。イギリスのように架空線を完全に禁止する法律を今から作るのは非現実的でしょう。東京都だけでも道路延長は 2.4 万キロメートルあり、これを電線共同工事方式で無電柱化するとなれば単純計算で12兆円以上もかかってしまいます。平成31年度の国土交通省の予算が7兆円弱、東京都の予算が7兆円強ですから、国交省と東京都の予算合計の 85% の支出ができるとは思えません。現実的な方法としては専用禁止を拡大し、全ての道路での新設電柱の専用禁止から一部道路での既設電柱の専用禁止、最後に電柱の完全禁止等の段階を踏んで無電柱化を進めていくことが妥当かと思われます。早期の無電柱化が期待されているのにもかかわらず、法律の制定などの要因から気の遠くなるような年月を要することは間違いないでしょう。
イギリスと日本でなぜ電柱の本数に大きな開きがあるのかという事情が分かったと思います。景観への無関心とコストの低い架空線が重なってできたのが今の東京の街並みです。この先日本の無電柱化が成功するか否かは国民の景観への関心がいかに高まるかにかかっています。